んにちは、シロです。今回はアボカドが安く手に入った時に作った夜ご飯と朝ご飯を紹介します。まずは夜ご飯。今回はアボカドのスパゲッティと玉ねぎのスープを作ります。頑張って玉ねぎを切ったら、小さいお鍋を用意。火をつけてオイルを敷いたら玉ねぎを入れておきます。その間に残った玉ねぎをしまっちゃいます。だいたい野菜はサランラップにくるんでジップロック行きです。玉ねぎが美味しそうな色になるまで炒めていきます。塩も振って、よし、ちょっと放っておこうっと。うん、だいたいいいんじゃない。お湯も入れて、次はコンソメ。え、ない。あー、買い忘れてた。仕方ないからお水を入れて最後まで使い切ります。あー、そんな時はウェイパーとうまいタレ、この2つでまあどうにか美味しいスープができるんだよね。頼むよ。さて、本日主役のアボカドさんたち、3個入りだからだいたい1つ60円ちょっと。見切り品ってつい買っちゃうんだよね。あー、嬉しい。問題は中身、結構ボコボコだけど大丈夫かな。せーの。ちょっと黒いかな。まあいっか。こっちはどうかな。せーの。お、こっちはまあいいんじゃない。よしよしよし、ボール出そうっと。種を取って、よいしょ。味見味見。うん、平気平気。いやー、でも結構柔らかいから種が取りやすくっていいかもね。黒いところは避けて頑張ってすくっていくよ。どんどん潰して。うん、潰しやすい潰しやすい。だいたい潰れたらポッカレモン。こっちも。次は牛乳入れて、これくらいかな。混ぜて確認しよっと。胡椒。それからうまいタレ。本当はね、コンソメ入れたいけど、コンソメもうないから、うまいタレでね、和風っぽくしようかなって思います。やっぱ牛乳もっと足そうっと。これでもいい感じだと思うんだけどな。なんか入れとこうかな。粉チーズー。よし、これでなんかいい感じに美味しくなるでしょう。さて、パスタを茹でる準備と、お皿の準備。今日は白いお皿にしよっかな。パスタの塩はいつも適当、まあ入れとけばいいでしょうって感じ。今日はふるさと納税でもらったベーコン使うんだ。あー、食べるの楽しみ。熱すぎたかな。まあいっか。まあいいよね。よし、切ろう。厚めに切ったからかな、だいぶ硬くてびっくりしました。よし、焼いていくよ。うわー、美味しそうな油、もういい香り。このまま食べたい。あちっ、うわー、ちょっと跳ねてる跳ねてる。よし、
ベーコンもいい感じだし、葉っぱの準備しちゃおう。お、パスタが茹で上がったみたいだよ。お湯をだいたい切ったら、ベーコン入れて、アボカドソースを入れるよ。しっかりと最後まで入れなきゃね。このヘラ使いにくいな。こんなもんかな。混ぜてもらってる間に、上に乗せるアボカドの準備するよ。上手にできるかな。よし、頑張れ。よし、よし、オッケー。食べたい大きさに切って、よし、そっちはどうかな。んー、上手、すごい。私も頑張んないと。乗せるだけだけど。スープもよそってと。うん、なんか量ぴったしなんじゃない。いいね。さあ、食べよう食べよう。あったかいうちに早く食べよう。はあ、美味しそうにできた。いただきます。なんとなくの味付けで作ってみましたが、美味しくできました。なんとかなるもんですね。よかった。さて、次は朝ごはんです。残り一つのアボカドを使いますと言いたいところなのですが、肝心の料理シーンが撮れておらず、ごめんなさい。食べているところは撮れていたので、そこだけでもどうぞ。はぁ、やっちゃった。あー、今日は朝だからね、お砂糖入れちゃうんだ。イエーイ。うん、紅茶はね、まあ、砂糖入れなくても飲めるんだけど、入れたい派。あと大体ミルクつけてもらう。めちゃくちゃいいよこれ。美味しそう。じゃあ早速食べちゃおうかな。こういうのって食べるのが大変。うわパンもうまく焼けてよかった。いただきます。めっちゃいいじゃん。うん、おいしい。うん、うん、うん、ベーコン3枚にしてよかった。アボカドもめちゃくちゃおいしい、うん、ちょうどポッカレモンの酸っぱさもちょっと入って、酸味がね効いてる。あー、これいいわ。マヨネーズ塗ってよかったね。本当はね、きっとさ、なんかトマトとかがさ、こうあればすごい映える感じなんだろうな。トマト嫌いなんだよねトマト嫌いだからね、もういいの、色はいい。とりあえず美味しいからいいんだもん。最高じゃん。すごく上手にできたよ。バッチリだよ。なんかね、ハムとかソーセージとか、加工肉がね、美味しいんだよね。大好き。美味しかった。真似した。よし、今日はいい天気だし、お布団ほぞっかな。